ルートビヒエミール・グリムは、ドイツの版画家、同版画家。グリム兄弟の一人であり、ヤーコプ・ビルヘルムの弟、ドイツ・ハーナウの生まれ。ルートビヒエミール・グリムは、1790年に、法律家のフィリップ・ビルヘルム・グリムの息子として生まれた。1796年にその父が亡くなってからは、貧しい幼年時代を過ごした。 1808年同版画家になるためミューンヘンのカール・ヘスのもとに弟子入りする。ヘスの指導の下ルート・ビッヒは、間もなくエッチングの技術を習得し、彫刻のみにかけては、かなりの技量を身につけた。しかし、彼は、その後エッチングの仕事の方を好むようになり、力強さと調和が特に求められる場面でのみ、同版画に取り組むようになる。グリムは、 自分のオリジナルの構図や風景、動物のエッチング作品を残しているが、彼が最も気に入っていたのは、肖像画だったと思われる。彼の彫刻針の扱いは自由活発で、描かれるものは純粋で可憐で、往々にして、その完全さの域にまで達していた。ドイツ解放戦争に参加した後、彼は1814年にカッセルに戻り、1816年には2ヶ月ほど、 イタリアに旅行した。その後は18、1818年の初めまでミュンヘンで、働き、それ以降は郷里に落ち着いた。彼は、ビリングハウゼンの芸術家村の一員でもあった。1832年、彼は、カッセルの芸術アカデミーの教授に就任した。1837年に兄弟であるヤーコプト、ビルヘルムがゲッティンゲン7教授事件で職を追われると、ビルヘルムを助けた。 彼は、1863年4月4日、カッセルで亡くなっている。1840年に、自らの作品集、歴史的な場面や、ジャンル様々なもの、人の頭部、肖像、風景などの作品を含んだものを、メルヘンを語る女性というタイトルで出版している。1854年には、そのホイも30作品を加えて追加された。また、兄たち2人がまとめた、 グリーム童話州初版の挿絵も描いている。ありがとうございます。